は川の手荒川祭り行ってきます。荒川祭りを開催するわけでございますけれど、ご来場の皆様へ参加をご希望される方は隅田川にお越しください。その日にあったさあ、ここ姉妹都市とか災害協定都市とかいろんなね、荒川区とつながりのある市がわーっとみんなお店出してんです。なんで出てる美味しいもの食べます。米沢牛串焼き食べましょう。めっちゃ並んでる。元気。めっちゃ可愛い。なんか買います。はい、買いました。はい、イエーイ。食べます。美味しい。うまい。風強っ。どんなんができるの？ポン菓子ってこんなんやで。これ間近で聞いたらごっつい怖いで、もう見ただけで怖いな。こんなのしたい。じゃあどうせなら一回見ときましょう。5キロも出ますからね。それでね。耳軽く塞いどったからちょっとそこで聞いてる時より音マシやったけど怖かったわ。ジェットコースターみたいな気分やら、並んでこうドキドキする感じ。はい、次食べたいと思うのは北海道広尾町のししゃもの唐揚げです。食べます。ほらめっちゃ美味しそう。食べ歩きパーティーやら。ししゃもなかったんでちょっとホッケ食べます。熱っ。美味しい。熱くて食べれない。冷めて食べます。食べてから。はい、ありがとうございます。あ、でも冷たい。お疲れ。川の手。釈光門やこれ。釈光門知ってる？デジモンの。デジモンの釈光門これ。釈光門やこれ。だってデジモンで釈光門っておるもん、この形の。あとこれ荒はばきっていう神やで確か。あ、そうだ。女神転生の仲間にしたことあるこいつ。荒はばき。釈光門も仲間にしたことある。JC 頑張ってくれてる。荒川を盛り上げてめっちゃ美人だ。前回川の手祭り来たのは当選した当初でございます。でその時は知り合いも誰もいませんでした。ここに来てもうちのファンの人をね呼んでたので、ファンの人とみんなで回りましたけど、それ以外で知り合いおらんかったんですよ。まあ顔売れましたね。そう思います。知り合いがいっぱいできました。荒川で4年しっかり活動して、もういろんな人が喋りかけてくれるんで、まあそれを今日実感しましたね。嬉しい。ありがとう。荒川の両津勘吉みたいやね。うん、荒川の両津勘吉。ワンピースの大石さん言ってたやん、長文で。夏目さんはワンピースのルフィみたいに2022年の1月から毎週駅に活動って言って、俺はついてこれるか心配やったけど、夏目さんがルフィのように仲間を集めて頑張っとるから、俺も頑張って朝6時に起きれるような体になって嬉しいみたいな、好きやらば自分語りしてたよな。これシシャモと並ばんなのかな。シシャモもらえた。熱い。おいしい。熱い。年間よろしくお願いします。ありがとうございます。お芝居のちょっと音の。ようになってちょっと効果音を取りに街の中をブラブラと歩いてる。さっき川の手原川祭りのアンケートに答えてアラボーのシールもらいました。ありがとうございます。探すのでまずなんかもらえるんですか？なんかもらえます。アラ少年の団体とかベッカムって書いてない？ベッカムです。ほなこの周辺ってことや。あとウサとバド局長とアラココ。こっちだ。ウサさん見つけるの絶対難しい。2回これと3番、1番ぜひもらってください。1と3で3番はこっちになります。黒で浮かべるやつや。黒で浮かべよ。これ何これ？これピカチュウにする。なんやねん。なんでそんなめっちゃそんな喜ぶ。ピカチュウにするわ。よかった。景品でもらったんで。もらいました。写真とちょっとちゃうけど味はどうなんや。味うまいわ。うまい。味めっちゃうまい。あ、味感動。なんか普通のメロンじゃない。ガチのメロン。ガチのメロン。みんなが思っとるメロンソーダとかのメロンじゃなくて本物のメロン食べてるメロンのメロン。ということで今日も川の手祭りめっちゃ楽しんできました。荒川区で毎年のように今回は4年ぶりでしたけど、こんな楽しいね素敵なお祭りやってるので皆さんもぜひ来てみてください。バイバーイ。